ざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、最悪世代のピックアップガチャが来ましたってことで、こちらのガチャについて皆さんに詳しく話していこうかなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価していただけると、僕のモシベがモシベがモシベがモシモシモシベがモシ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 ベがモシ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 ベが上がるんで、皆さんよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。今回話していきたいね、項目なんですけれども、まずこのガチャを引くべきか引かないべきか、あとメダルの内容、サポート、かけらについて話していこうかなと思いますので、皆さん最後まで見てってください。まずこのガチャを引くべきか引かないべきかにつきましては、初心者の方、中級者の方は絶対に引いてください。まず最悪の世代に関しましてなんですけれども、メダルとかサポートっていうのがめちゃめちゃ優秀なものとなっています。まあメダルとかに関しましてですと、ルフィのメダルが出ますので、まあルフィくんを、まあ例えばですね、ギアフォースだったり、ルフィローとか出たりしますと、めちゃめちゃいいです。で、しかも最後ですね、4ステップまで行きますと、必ずレジェンダリーキャラ1体確定となっていますので、かなりお得なガチャとなっていますね。まあ、なので最高2周回ってもらえれば、あの皆さんが狙っているキャラクターがもしかしたら当たる可能性があるかもしれませんので、かなりお得なガチャとなってますね。しかもなんですけれども、まあ、2周まで回っていきますと、かけらが合計100個もらえますので、まあ、かけらももらえて、でしかもサポートも育って、メダルももしかしたら強くなるかもしれませんといった特別なガチャとなっていますので、皆さん初心者の方、中級者の方、引いてほしいなっていうガチャとなっております。今回一戦だけなんですけれども、ルフィローとギアホース2年後ルフィのメダルでリーグ行っていきたいなと思います。皆さんぜひね、この3点セットが強いんで、ぜひ参考にしてみてください。ではやっていきましょう。では一戦だけやっていこうかなと思うんですけれども、皆さん、あの最悪世代のガチャについてまた少しだけ話したいんですけれども、まあサポートとかはあのどんだけ強くなるのかって気になりますよね。まあサポートって、あの最悪世代が出ることによって、船長のタグやら超人やら、あとルフィが出れば超多いタグが持ったサポートが揃うので、まあ本当にサポートも育てられるし、でしかもメダルもめちゃめちゃ優秀なので、いやこれ引かないっていうのは絶対選択肢ないと思うんですよね。まあ自分がもしあのキャラクターが育ってないのであれば、これ引いてやっぱり育てたいっていう気持ちになりますので、皆さんね、サポートやらメダルをね、ぜひね、あの育ててもらえればなと思います。では自分ね、このまま頑張って武装してみましょう。まあまあこのメダル3手セット強いんで任せてください。はい、もう火力がもう強すぎるんでね、もうアタッカー専用っていったメダルなんで、いってラベハッケ強えな、おいおいおい、とりあえずちょっと避難しようか、避難、ちょっと怖えんで、はい、ここ後ろからのスキルにでバー取って、ポッパーはい、強すぎー、いや、任してくれよと、はい、スキルも回復してるんで、ちょっと裏がやばいな、あー、裏は俺が守りに行くか、まあ、うたちゃんね、あ、味方がね、あ、死んじゃったか、まあ、裏戻る必要なかったかもしれないですね、はい、こう通常攻撃で、はい、回復したところスキルにで、バコーンとワンパンいや、もうね、火力がもうずーっとぶっ壊れてんだよな強すぎてはい、ここでスキルにね、はい、ガラ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 とバーンと、オッケー、あ、これ任して任して、はいはいはい、ダウンさせて、はい、ナイス、いや強すぎなルフィのじゃねえ、夢ルフィが強すぎる。いや夢ルフィね、マジでね、あの環境復帰したよな。あの本当にシャンクスが減ったおかげっていうのもあるかもしれませんが、またシャンクスが増えると辛いかもしれませんが、いやバウンティラッシュ面白いよね。環境ね、復帰してはいなくなっては繰り返ししてるのがマジで面白いですよね。でここジャスカイ、何も出てこない、ここはスキル2でバコンと、はい、そっちじゃないんだよな、俺狙いたかったの全然違うんだよな。はい、ここスキル2で、はい、あ、やべ、終わったかもしれない、ちょっと待って待って、 HP じゃない、ちょっと待って、うお、火力高すぎ、ちょっとちょっと相手火力高すぎでしょブースト強すぎ。でとりあえず残り数秒しかないんで、とりあえず自分が、カイドを出して、まあ、裏取り行きたいとこですよね。はい、怠慢しましょうか。いってーいてーよ、ちょっと待って待って、やばい、一応やばいって、さすがに。ちょっと一応やばい。はい、ここ、はい、やばい、やばい。
ちょっとスキル打って、ここでスキル1で、まあ、とりあえず裏行っての、これ多分取れそう。お、や、来る。うわ、忘れてた。ゴルゴ、旗取った時にゴルゴルなんだった。やべえ、やべえ、めっちゃ忘れてた。うやばい、テゾーロ強すぎ。やべやべ、リータごめん、俺勝てるか勝てるか勝てるか、まあまあまあいけるいける、あ、ワンチャンシーハート取れる、あ、ナイスっていうことで皆さんこんな感じでありがとうございました。ぜひ最悪世代のガチャ引いてみてください。またなー。